ところにいます。イラゴから、この鳥羽行きのフェリーということで、伊勢のフェリーにこれから乗ってきます。ここのフェリーは何回か今まで利用したことあるんだ。かなり久々ですね。はい。結構こう、名古屋周りに回ると結構こう、三重でも結構南の方になるんで、遠いんですけど、フェリーだとすぐイラゴから1時間で行けるんで、すごく便利ですね。なんで、イラゴということで結構有名なところですね。なんです。景勝地で、もうすごく有名ですけど、ここからフェリー乗れる皆さん、ぜひちょっと利用していただければ。逆からも来れるからね。ちょっと激しいですけどね、この中でチケットというのが買ってくるから、車検証持ってるということなんで、ね。よし。このイラゴということ、結構何回も来てますけどね、この小石ヶ浜とか、灯台があって、ここのところ散策できるんですよ。で、海の幸、サザエとかね、食べたりできたりしますけどね。まあ、こういう感じです。観光地ですね、ここね。なんか食べるとこもありますね。揚げも売られてる感じです。こういうことなんです。蕎麦食べれますね。あと、イラゴの青さが有名。青さ蕎麦か。昭和元年製麺所。こっち見ると港の方ですね。はい。釣りとかやられるから、俺もね、釣りでちょっとこっち来てみたいんですよね。よく、まあ、散策でこう来たりしましたけど、灯台とかね、港があって、なんかサーフのところで結構釣れるっていうんだよね。お土産売られてます。こんな感じですね。赤だしブラックサンド風が強いですね、はい、結構あと夏になると海水浴じゃなくて海水浴できたことがある、はい、で、釣りでちょっと今度来たいなと思ってますけどね。まあ、ここですね。鳥羽行きの伊勢湾フェリーということで、ここから乗ってるんです。ここがもう見えますね。島湾とか。島ヶ島とかもね、ここから見えないけど、行ってみたいですね。で、イロコ岬の灯台、ここから700メーター、小石ヶ浜 1.2 キロですね。で、料金なんですけど、以前に来た時は値上がりしてますね。はい。で、合計で7600円です。イラコからトマということでカード決済でしましたけど、こんな感じでございます。1時間から1時間半に1本ぐらい出てますね。朝から夕方までですね。はい。一番早いのが8時10分だったかな。で、夕方か5時台にあった感じです。今来てますね。向こうから来て。来てますね。あそこ。これが今来て、まあ、通り返してって感じですね。はい。で、今ね、待ってます。車の中でね。あと、だいたい、11時50分です、乗るんですけど、40分ぐらいには戻ってくださいって、あと10分ちょっとかな。今、32分ぐらいです。はい。まあ、来てすぐですね。眠気覚ましのために、世界一のバリスタです。大道のね。来ましたね。で、この後乗り込んで、まあ、車内にいいのかな。まあ、以上でも、中入っていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。で、これから乗ってきます。フェリーですね。はい、まあ40分、まあちょうど今40分ぐらいかな。係の指示って感じですね。右側で、はい、はい、で、右側ですね。
まあ全部で50台ぐらい止めれるみたいです。だからまあたまにいっぱいになることもあるみたいで、基本は大丈夫みたいです、ね、特にこのお昼ぐらいの時は。で今から休憩ですね。休憩室に行きます。久々だな、フェリー乗るの。本当どのくらいぶりかな。20年ぶりかもしれない、もしかしたら。学生の時に当時の持ってた車で、あの島スペイン村とかね、こんな感じ、港ですね。で、あとはこう外でもこう休むとかの感じ。あそこで釣りしてるな、見た。ちょっとあんまりし、すげえな、ここの中ちょっとこういう感じがちょっといい。あ、潮だからか、海のあれだから、だからこう錆びやすいのか。で、これが港ですね。魚がいそうだね。風がやっぱ強いっす。今は結構でここから入ってくるんですね。で、注意する。で、この味揚げ餅ですね、買いました。ちょっと小腹すいたんでね、この後昼食取るんですけど、揚げ餅。準備して、まあ今から順番出てくる感じです。今2台目なので。